イモーデイに描かれたパリスと、オイノーネー。オイノーネーは、キリシア神話の女性である。長母音を省略してオイノーネーとも表記される。家臣ケブレーンの娘で、アステロペート姉妹。トロイアの王子パリスと結婚して、コリュトスの母となった。オイノーネーはイーデイ山に住むニュムペイで、女神レアーから予言の術を、アポローンから薬草について学んでいた。 パリスがイーデー山で羊飼いをしていた頃の妻であり、パリスを深く愛していたが後に、パリスに捨てられた。パリスは、生まれた時に、トロイアに災いをもたらすものとして捨てられ、イーデー山で成長し、老いのお姉を妻とした。しかしパリスは三人の女神、ヘイラー、アテーナー、アプロディーテーがイーデー山にやってきて、美の審判を求めた時、アプロディーテーの味方をした。 そして審判の後、オイノーネーを捨てて褒美である世界一の美女、ヘレネーを誘拐しようとした。オイノーネーは予言の術によって誘拐をやめさせようとしたが説得できなかったため、もし誰も癒せない傷を負ったら治せるのは自分だけだから、その時は戻ってくるように言った。その後、パリスの誘拐によってトロイア戦争が起こり、パリスはピロクテーテースの弓矢によって癒ない傷を負い、瀕死となった。 パリスは、おいのお姉に癒してもらうためにイーデン山に戻った。しかし、おいのお姉はパリスを恨んで追い返し、パリスは、イーデン山を降りる途中で死んだ。おいのお姉は嘆いて、パリスの火葬場に走って行き、火葬の炎に飛び込んで自殺した。あるいは、パリスを追い返したことを後悔し、薬を持って追いかけたがすでに死んでいたため、首を吊って自殺した。ありがとうございます。